高須洋介は佐賀県伊万里市出身の元プロ野球選手、コーチ、野球解説者。ネットでは殿下と呼ばれることがある。佐賀県で生まれ、幼稚園からは名古屋市名東区上舎に移る。名古屋市立井の高小学校に進学し、部活で本格的に野球を始める。名古屋市立井の獅子高中学校では、中心選手として、投手と三塁手を兼任。 県大会3位の高成績を収めた。中学3年途中で石川県金沢市に転居。高校は金沢高校に進学。1993年の3年時は第65回選抜高等学校野球大会、第75回全国高等学校野球選手権大会に連続出場。夏の甲子園では後にチームメイトとなる。 山村広樹と対戦したが、読ん打数分安打に終わった。その後は青山学院大学に進学。1年次から2類種でレギュラー。3年間、1学年上の井口忠人とに勇敢を組む。井口卒業後は、遊撃種、3類種も務める。井口のほか1学年上には、沢崎と和清水商会倉屋信次らがおり。 各大会で優勝を収め黄金時代を築いた。当都大学野球リーグ通算91試合出場、320打数94安打、打率、294、1本塁打、29打点。1995年周季と1996年春季のリーグで2期連続首位打者を獲得した。ベストナイン3回受賞。2塁遊撃3塁の 各ポジションで受賞しており、内野3ポジションでベストナイン獲得はリーグ史上初の快挙。1997年の日米大学野球で MVP 獲得。5試合中2試合で本塁打を放つなどの活躍でチームの優勝に貢献。1997年のアイブフ、インターコンチネンタルカップではベストナインに選出された。1997年のドラフト会議で 近鉄バファローズから2位指名を受け入団。背番号は4をもらい、同番号の前年者で引退した大石大二郎の後継者として期待をかけられる。1998年、入団1年目。開幕一軍を果たすが、当時の生二類種、水口英二の壁は厚く3試合の出場にとどまる。 二年目の1999年は守備と犠牲バントを認められ116試合に出場。しかしオフに右肘人体帯再建手術を受け、翌一年はリハビリに費やす。復帰後も後遺症に悩まされ、入団三年目、四年目の出場は一桁台にまで落ち、一時期プロを諦めかける。入団五年目から楽天へ移籍するまでの三年間は、 再びポジション争いに参戦したが、定位置確保とはならなかった。2004年シーズンオフ、選手分配ドラフトを経て東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。このオフには、的山哲也と共に、視力の強制手術も受ける。また、楽天移籍を転機に、打撃に対する考え方を180度変え、バッティングフォーム他様々な部分を見直す。2005年、 球団初試合となる3月26日の千葉ロッテマリーンズ戦に2番二塁手としてスタメン出場。1回に球団初安打、3回には球団初二塁打を打ち九段初得点を記録する。以後も田尾康監督に指名され、酒井忠春や大島光一を抑えて二塁手のレギュラーを獲得する。しかし夏場に、 扁桃炎による発熱やアキレス腱痛などの故障で、戦線離脱したため、出場数は82試合となる。2006年、腰痛の影響で出遅れ、開幕一軍ならず。4月4日の西部戦で一軍登録後、4試合連続でタイムリーを放つ。以後、2番セカンドとして、定着、離脱者が増えた8月からは3番にも座った。最終的に、リーグトップの得点圏。 打率、二類種部門守備率一位、出塁率五位などの高成績を残し、自身初の規定打席到達となった。オフには、野村克也率いる、イオン日米や、旧2006に出場した。6月10日の広島戦で小指を骨折。取材で、今でも指が完全に曲がらないと語った。2007年、プロ入り10年目となり、磯部光一に変わる。 第2代楽天選手会長に就任。5月には3試合連続お立ち台を含む5試合でヒーロー。前半戦の得点圏打率は470と驚異的な数字にまで上昇した。シーズン終盤は怪我が重なり若手にスタメンを譲る場面も見られたが、最終的にはプロ入り5歳下の130試合に出場2年連続となる。 リーグトップの得点圏打率を記録。野村監督から勝負強さを評価されて必殺仕事人と命名された。2008年7月16日の日本ハム戦で球団記録を更新する16試合連続アンナを打つなどシーズン中盤までは好調を維持し時には3番を任される時もあった。しかし守備では怪我の影響もあってやや精細を欠き、 二年連続二類手種としてのリーグ最多失策。後半は怪我もあり、スタメン落ちや二軍落ちも経験する。しかし粘り強い打撃は健在で、三振は規定打席到達者中最小のわずか38個だった。自己最多の四本類が45打点を挙げ、32、ギ打で、リーグ最多ギ打。シーズン終了後、痛めていた左足首の手術を行った。 2009年、前年の手術の影響を抱え幕スタメンは、新加入の小坂誠に譲ったが、3割を超える、好調な打撃で、すぐに、レギュラーの座を取り返した。相変わらずの得点圏打率の高さを記録するなど、打線を牽引していたが、5月6日の西部戦で、片岡駅氏が放ったセンター前への飛球を補給する際に、センターの鉄平と工作、左足首を捻挫して、 登録選手を抹消された。3ヶ月に及ぶリハビリの末、8月5日に一軍復帰。10月16日の福岡ソフトバンクホークスとのクライマックスシリーズ第1ステージ第1戦では、杉内俊市から初回戦闘打者本塁打を放った。チームは CS 初勝利を挙げ、翌日も勝ち、第2ステージ進出を決めた。第2ステージでは日本ハムに敗れ、 日本シリーズ進出はならなかったが、チームにとっては、球団初の A クラス入りを果たすなど大きく成長した一年となった。2010年、開幕直後は絶好調で、鉄平に代わって3番に座ることもあった。3月31日のロッテ戦にて、球団新記録となる、高須自身の1号ソロホームランを含む1試合後、アンダーをマーク。 4月17日のソフトバンク戦で2打席連続に2点タイムリーで、計4打点、6月24日の西武戦では、逆転2乱を含む3アンダゴー5打点と大暴れした。後半戦でも9月19日のロッテ戦で9回裏に、小林博士から、逆転サヨナラ3乱を放つなど勝負強さを発揮した。最終的に打率は、268に終わり、規定打席到達も逃したものの、 自己最多となる6本類が48打点を記録した。守備面では2006年以来となる自身2度目の2類種部門での守備率1位を達成。6月10日には出場選手登録日数が9年に達し、プロ13年目にして海外 FA 権を取得した。2011年2011年、新加入で肖像類種として期待された。 岩村明則の極度の不思議や二類種の内村、健介の成長により、シーズン途中から三類種として起用されることになった。試合の終盤には、守備固めと交代するシーンが多かったが、時折、ファインプレーを見せることもあり、三類の守備は、安定していた。打撃面では、3番や5番のクリーンアップを任される、ことが多かったが3年ぶりに規定打席に到達し、 本塁打は1本しか打てなかったものの、安打数も100本を超すなど1年を通して安定した成績を残した。日本ハムのルーキー、斉藤祐樹に相性が良く13打数8安打で打率、615を記録した。オフには f a 権を行使しての国内球団移籍も視野に入れたが、行使せず残留。仙台への愛着が一番の理由です。 楽天で優勝したいという強い思いを持っていると語った。2012年開幕戦は6番三塁手で先発出場し2回にチーム初ヒットを放つなど4打数に安打とースタートを切った。開幕直後は3割を超える打率と高い出塁率でチームを支えた。5月13日のオリックス戦では8回に木抜き広から代打で決勝タイムリーを放ち、 未満学の先発転向後初勝利をアシストした。しかし、持ち味の得点圏での打撃は制裁を欠き、右肘痛の影響や、増田慎太郎などの対等が重なり、スタメンを外れることが増え、7月26日に出場選手登録抹消。結局シーズン終了まで一軍に上がることはなかった。契約公開では、年俸半減の3750万円で、公開した。 2013年、開幕を1軍で迎えたが、開幕から11打席連続無安打の不振。K.C. マギーの加入や藤田和也、銀次のブレイクの影響で、スタメン出場こそ、例年より減少したものの、出場した試合では、持ち前の勝負強さを随所で発揮した。しかし、6月14日に出場選手登録を、抹消されると、シーズン終了まで2軍でプレー。チームは、 パシフィックリーグでの初優勝、日本シリーズへの初進出を決めたが、高須自身は右ひいのクリーニング手術を受けたこともあって、ポストシーズンでも出番がなかった。結局、日本シリーズ期間中の10月29日に球団から戦力外を通告。これに対して、高須は同シリーズの終了後に学生野球の指導者になるための講習会や、 1> 第1回12球団合同トライアウトへ参加した。なお、一部報道では、戦力外通告の際に、球団で、コーチやフロントへの転身を打診したとされているが、本人は、トライアウトの当日に、オファーがなければ指導者にもなれないとして、報道を否定。さらに、自分の中で納得できたらという思いから、今後への勉強を兼ねて、トライアウトを受けた。 トライアウトの結果にはこだわっていないと話している。2014年、選手権や主総合コーチとして、BC リーグ、新潟アルビレックス BC に入団したが、1年で対談と同時に現役を引退。2015年から2017年まで横浜 DNA ベイスターズで2軍打撃コーチやに、軍チーフ打撃コーチを務めた後に、2018年から1軍打撃コーチとして楽天に復帰した。 楽天では2018年の4月終了時点で、チーム成績もチーム打率も低迷していたため、同月30日の試合終了後から、栗原健太と入れ替わる格好で二軍打撃コーチへ移動。移動後は一軍に復帰せず、翌2019年に二軍育成総合コーチを務めたが、契約満了を機にこの年限りで退団した。2020年には、東北放送で、 野球解説者として活動することを予定していた。しかし、日本における新型コロナウイルスへの感染拡大の影響で NPB レギュラーシーズンの開幕が当初の予定から3ヶ月延期されたことなどから実際には解説の機会がなかった。開幕6日後の6月25日に台湾の中華職業棒玉大連盟に加盟する味。 全ドラゴンズの内野守備コーチへ就任することが発表された。堅実な打撃、守備でナインの脇を固めるアベレージヒッター。パワーは乏しいもののバットコントロールがうまく、三振が少ない。2011年シーズンの規定打席に達した打者のうち、三振はリーグ最小の39、空振りはそれより少ない38だった。また、チャンスの場面での勝負強さが持ち味。 前述のように、野村克也にはその打撃を高く評価されていたが、星野先一にも状況に応じた打撃ができる。魔の取り方が上手いから弱点が少ない。あの間の取り方は、天才的。若い奴も見習ってほしいと評され信頼を置かれている。週刊ベースボールのクラッチヒッターのアンケートでは、現役部門でトップを獲得するなど、 チャンスに強いことで有名で、楽天移籍後の2005年から2010年にかけては、通算得点権打率350を記録し、決勝タイムリーやサヨナラヒットをたた記録している。しかし統一級が導入された2011年からは、通算得点権打率251とやや精細を書いている。若手時代、西部の松坂大輔を得意としており、 松坂キラーと呼ばれていた。ありがとうございます。